今日はですね、今申し上げたようにベースの井上さんがちょっと遅れるということで、ベースがないとどうしてもハッから抜けたチューインガムみたいなサウンドになりがちなんで、まあそこのところ比較的、僕のこのギターでカバーできそうな曲をということで、古い曲をオンコチシンということでね、まずは古い曲を何曲かやってみたいと思います。それではおなじみの曲ですけれども、Your Chicken Heart から参りましょう。準備よろしいかな？はい、参りましょう。ワン、ツで今の Your Cheating Heart とですね、曲のモチーフというかほとんど同じような中身なんですけども、これがまた素晴らしい曲がございまして、ハングリーアウスの曲です。フレッド・ローズとハングリーアウスの共作となっておりますが、Mansion on the Hill、これをお送りしたいと思います。参りましょう。I'm
Where you roll at home when Friday last call right to me, you rebelled. You sank away with
プレゼントということで、君が君だから、はい、参りましょう。 I love you because
改めてね、メンバーを紹介します。リードギター、玉本です。ベースギター、石井俊樹です。ベースギター、井上俊二。トランスがいつも手伝いいただいております、戸川さんです。そして私が、坂井紀子のいやいやね、本当つまんないおしゃべりしますけどね、僕は仕事してる時に、よく台湾に行ってたんですよ。で、その当時坂井紀子がちょうど、アイドルとして売り出してる時で、彼女は台湾でも非常に人気がありましてね。で、坂井っていうのは向こうの人の発音で超鎮とかって発音するんですけども、実は僕と同じ名字でね、僕がお客さんにこう名刺を出すと必ず10人のうち8人ぐらいが、お前は坂井紀子とは何か関係があるのかとこう聞かれたぐらいに、台湾でも人気があったんですけども、その坂井紀子さんがね、何か突然に、悲劇の妻から容疑者になって、ついに今あれなんていうんですか、逮捕っていうんですか、何やら毎日テレビも新聞も大騒ぎですけど、まあね、やって悪いことはやって悪いんですから、償っていただかざるを得ないと思うんですけども、それにしてもね。で、そうこうしてるうちに先日なんかテレビとか新聞とかで、どっかのスポーツ教室の先生が自分の教え子にセクハラをしたとかってニュースが出て、その先生がまた坂井なんとかって言うんですよね。どうも困ったことに相なっておりますけども、そんなことは忘れて、アフロンサチャザイという私バカヤメ、ね、坂井紀子さん本当バカなことをしてくれました。アフロンサチャザイ参りましょう。
ありがとうございます。あ、ご無沙汰されました。ハンクスノーのフリートですけども、ハーフオールザチャンピオンでした。じゃあこれまたフリートですけども、 I never go around the mirrors、昔ね、僕はまだ学生の頃にレフティ・フリーゼルという素晴らしいシンガーがあったんですけども、その人が歌ってヒットした曲で、その後いろんな人がジョージ・ジョーンズでやったかな、新しいところとか、キースイッチとか、新しいもないか、いろんな人がやってますけども、I never go around the mirror です。これを、ちょっと打ち合わせと違うんですけど、こんな入り方でやらせてください。I can't stand to see a good man gone away, one who never caught in hell or shed his pain, one who rains on wine, oh, life has gone away.And took me up to see a grown man cry. So I never go around the mirror. I can't wait to see me without you by my side.
ありがとうございます。アーネボルトアランティーナ。さっき申し上げましたようにね、このステージはできるだけ古い曲をやってみようということで、温故知新なんて言いましたけど、次の曲する曲は、終わりがまた、あ、今あそこで渚健一なんて名前が出てますね。なんでこれのこれなんて、あの話面白いから聞いてみましょうね。楽しくて、でもね、あれ面白かったですね、あの話ね。あれ面白かったですね。あの僕はあの最後のセリフが相手に言ったんですよね、けどその、親父の仲間同士ではかっこいいかもしれないけど、俺の前ではやらないでくれと息子に言われたという。確かにね、ウエスタンファッションというのは好きな人は好きですけど、眉をしかめる人はもしかしたらいるのかもしれませんね。チャンピオンベルトのような大きなバックルの話を昨日、なぎらさんと、あれは、誰でしたっけ、木梨さんがね、二人で面白おかしくやってましたけど、そんな話はちょっと横に置いておいて、あと一曲、今度は、I wonder where you are tonight という曲なんですけども、僕はあんまり詳しく知らないんですけどね、なんかこれはブルーグラスの方でも結構人気のある曲なんだそうで、僕が昔ブルーグラスの好きな友達の前でこの曲を歌ったら、そんな曲は知らねえよって言われて、何回も繰り返して歌ってるうちに、ああブルーグラスと歌い方が違うから分かんなかったよって言われて、ちょっとがっかりした覚えがあるんですけど、I wonder where you are tonight、ちょっとでは参りましょう。 One, two、I wonder where you are tonight.
間とかあるんです、38時間とかあるんです、40時間とかあるんです、ね、だから時間だから両方があったけど、やっぱり40時間とかあるのはなんか合うような気がしたじゃん、2階にこれね、はいはい、で、こう下がってなんか36カントバージョンとかね、うん、ありましたわ。途中に今の話は何の話か僕には出てきて38カウント普通10カウントでもうノックアウトですよね。38って何カントリーダンスの話であるんですけども、今日はフロアが貸し切りですから踊りにくい曲であろうと踊れない曲であろうと出てきていただくと大変に僕はホッとするんですけど、でとりあえずどっかで釘を打てなくちゃいけないんで、この曲で1回目のステージをでちょっとお休みいただいて、また2回目、3回目、その頃には花火大会も終わってお客様が何人か戻ってきていただけることを切に願っておりますけども、で古い曲ばっかりやっててもしょうがないんでね、ちょっと新しいのと思ったんですけども、よくよく考えてみるとこれももう10年以上前のジョニー・ステルジの曲なんですけども、 No One But You という曲です。でこれをやって1回目のステージを、はい、終わらせていただきます。では参りましょう。 No one but you. One. I've been to all the old familiar places.After a little time since you've been gone, I went a lot of more familiar faces. But it's like I'm going home alone. All my heart won't let me let no one but you.名前とラステップと全然違う。
ブルージンですブルージンです